トップに立っています。16番中庭健介さん、パピオフィギュアクラブ。3年前、世界選手権の代表をわずか 0.87 届かず逃した中庭健介。これが現役最後のシーズン、スケート人生をかけた演技です。29歳、全日本を沸かせてきた中庭健介。代名詞の4回転はチャレンジ。4回転トーループ、惜しかった。果敢にトライしてきました。トリプルトーループ、トリプルルッツ。シーズン力を入れたスピンはショートでは2つ、レベル4を獲得しています。トリプルループ。トリプルルッツ。トリプルサルコー、ダブルトーループ。捧げてきた中庭健介のステップです。現役最後の全日本、残すジャンプはあと2つ。トリプルサルコー、ダブルアクセル。
最後は笑顔です。29歳中庭健介、やはり現役最後のこの全日本も4回転に挑んでくれました。本田さん、はい、まあ、本田さんとも試合をしてきたこの中庭健介になります。もちろんの4回転時代を知っているからこそこだわりがあったと思うんですけれども、どうですか今日ほとんど、ね、成功しそうで、あと少しだったんですよね。そうですね、本当に気持ちがこもってましたね、はい、着氷としては認められます。ただまあステッピングアウトがありますので、そのあたりがどうかというところですが、そうですね、技の評価 GOE の方でマイナスはありますが、やはりこの引退の年のフリープログラムというのは、はい、すごい気持ちがこもって、なんというんですかね、はい、今まで培ったものを全てやってきたことを全て出すんだという気持ちが伝わってくるんですよね。なるほど、非常にこう記憶に残るフリーになることが多いんですが、この龍馬伝中庭健介、いろんなこう中庭らしい演技力も含まれているような、そんなプログラムでした。特に一番惜しかったのは3年前の世界選手権の代表争いで本当にあとわずかというところで敗れました。結局世界選手権には出場できないということにはなりましたが、ただ非常にこう記憶に残るスケーターでしたね。はい、中庭健介が最後の全日本を終えています。ファンに大きく頭を下げた中庭健介です。さてフリーの得点は 129.43、 現在は2位です。1位が村上、2位中庭、そして3位に何となっています。